思う。ガチャガチャピンピン、頑張って撮影していくよって。あれ、なんだろうこのボタン。スタッフさん、このボタンは何ですか？あれ、誰もいないな。他のお部屋かな。呼んでこーよ。おっと、 あれ開かない。あ、開かない。誰か誰か。ガチャピンよ、ガチャピン、私は天の声。天の声、もう誰でもいいからここから出して。ガチャピンがそんなに言うなら出してやらない。ここから出してよ。だから出してやらない。ひどいよ天の声、早くここから出して。ガチャピン、いや、分かったから少しは話を聞いて。え、何？だからガチャピンがそんなに言うなら出してやらないこともない。やだ、早く出して。今ガチャピンの目の前に4つのボタンがあるだろ。うん、ある。これ押せばいいの？じゃあ押しちゃうよ。待て、まだ説明終わってない。その4つのボタンの中に1つだけ正解のボタンが。そのボタンを押せばドアは開くが、間違ったボタンを押すと。間違ったボタンを押すと？まあその時はその時ってことで。何それ、何が起こるの？まあ慎重にボタンを押すことだね。はっ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 は。今の何が面白かったんだろう。押すとどうなっちゃうの？でも早く出たいし、どのボタンにしよっかな。このボタン、ガチャピンよ、笑ったことはいい。間違ったボタンを押したみたいだね。それではドアは開かないよ。そんな。それじゃあボタンを間違えてガチャピン。それじゃあボタンを間違えたガチャピンにお天気クイズを出題。お天気クイズ？僕はお天気キャスターもやっているから大丈夫なはず。でも、もしも間違えたら永遠にこの部屋から出られなくなるかも。でも、お天気キャスターのプライドをかけて絶対に正解してみせろ。それでは問題。天気予報でよく言われる真夏日、最高気温が何度以上になった日のことでしょうか。真夏日か。夏日とか猛暑日とかいろんな言葉があるからちょっとややこしいんだよね。あー、さあガチャピン、答えてください。なんてね、当然わかるよ。30度以上、真夏日は30度以上になった日。正解。やったー。さすが。その通り、真夏日は30度以上になった日のこと。そうだよ。ちなみにさっき言っていた猛暑日は最高気温35度以上、夏日は25度以上の日のことです。天の声さんも詳しいね。よしよし、天気キャスターとしての面目を保ったぞ。お見事でした。ありがとう。でもボタンは正しくなかったから、次こそ正しいボタンを当てるんだぞ。わかった。次こそもう部屋から脱出するぞ。ガチャピンチャンネル。あー、次はどれにしよっかな。よし、これにしよう。ポチッとな。なあ、この音は。ガチャピン、また間違ったボタンを押したみたいだな。ドアは開きません。もうなんなの。それでは間違えたボタンを押したガチャピンに今度は命令。命令？スクワットを20回。スクワット？ねえ、クイズって言ったじゃん、さっきクイズをやるんじゃないの。
そういうパターンもあるの。いやだよ、20回もスクワットしたらお膝が取れてしまうよ。20回できないと永遠にこの部屋に閉じ込められたままだぞ。あ、それは嫌だぞ。早くお部屋から出たい。でも20回は大変だけど、やる気はない。ガチャピンチャンネル、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、19、20! 疲れたよ。20回、ガチャピンお疲れ様です。ありがとう、もう足パンパン、早くこの部屋から出してください。それは正しいボタンを押してから。あー、天の声さ、まったくもう、神様、僕にボタンをください。それじゃあ次のボタンを押してください。あと2つ、正しいボタンは2つに1つ。じゃあこっち、えいっ、いやー、この音は。ガチャピン、最後まで運がなかったね。もうこうなったらずっとここにいる。いやだよ、早く指令を出して。それじゃあ3つ目のボタンでやるのはお天気クイズパート2。おー、僕の得意なお天気クイズ、すぐに解いて脱出します。ただし今度のお天気クイズは超難問。お天気キャスターだからって油断していると間違えちゃうぞ。正解する、お天気キャスターの名にかけて。それじゃあ問題。デレン、猫が顔を洗っていたら次の日はどんな天気になるって言われてる？え？猫さんが顔を洗っていたら、そんなのわからないよ。もうたまたまお顔が痒かっただけじゃないの？晴れ、曇り、雨、雪？わからない。ヒントください。ヒントは湿度。湿度。毛があると猫さんは気がつくのかな。飛行機雲ができた次の日は雨っていうのは聞いたことがあるけど、答えは雨。本当に雨でいいの？晴れ。晴れ？曇り。いや、全部言えば当たる。どれで行くの？やっぱり雨。正解。うわー、やった、ためろね、ドキドキしたよ。猫は次の日が雨だと家についた水分で湿度の変化を感じて顔を拭うって言われてるんだって。それが顔を洗っているように見える。なるほどね、僕知らなかったよ。っていうかさ、今のお天気クイズじゃないじゃん、猫さんクイズじゃん。うん、まあギリギリ正解だね。ギリギリで正解って何のこと、何が正解なのか分かんないけど、まあいいか。これで残るボタンは1つ。よし、これを押してこのお部屋から脱出する。えいえいえい。なんでこの音が。また笑ってる。まさか僕を騙したの？正解のボタンだよ。よく指令をすべてこなしたね。これでドアは開くはずだよ。うん、脱出おめでとう。それでは。あ！笑い上戸の天の声さん言ってしまった。なんかちょっと寂しい気がするけど、これで脱出できる。それじゃあお外に出よう。ルンルンルン、あれ？何やってんの？
グッズが発売中。概要欄をチェックしてくださいね。じゃかじゃか